こんにちは、幸運なニュービーさん。でももうニュービーって言い方は良くないかしら。なぜなのです？だってここまで攻略してこれたならもうニュービーとは言わないもの。言葉は正しく使うべきよ。どうやらフィールドの解放は投げ出さずに進めているみたいね。そうね、このペースでいけば SBC フリューゲル解放のアップデートには間に合うかもしれないわ。マスター、やりましたよ。間に合いそうです。でも、もうさすがにわかっていると思うけど、オールドサウスにもフィールドボスがいるの。ここまで来て諦めたりしないようにね。せっかくのタイプ X なんだから無駄にしないでちょうだい。あなた思ったより骨があるみたいね。そういうの嫌いじゃないわ。それじゃアップデート後の SBC フリューゲルで会えることを楽しみにしてるわ。やりましたよマスター。アップデートまでに間に合いそうだって言われました。ここまで来たらあとはもう一頑張りですからね。ファイト！オー！ですよ。こんにちは。今日は一人？実は私もなの。そうだ、ちょっと聞いてくれる？都市廃墟エリアあるでしょ？そこにある廃ビルの一つが都市地下ダンジョンにつながっていてね、内部にある隠し部屋に過去の兵器研究の資料が残されているらしいの。どんな研究だったかまでは情報がないんだけど、うまくいけばすごい武器が手に入りそうじゃない？それでね、よかったら一緒に行ってもらえないかしら。ありがとう。一人だと何かあった時に危ないからちょっと困ってたの。できればみんなには内緒にしておきたかったしね。大した理由じゃないのだけれど、私のこだわりみたいなものかな。あなたが来てくれてよかったわ。今日は頼りにしてるからね。あった！ここがダンジョンの入り口だと思う。行きましょう。気をつけて。でもちょっとドキドキするね。見て！この辺り何かありそうじゃない？やっぱりこのオブジェクト宝箱みたいな扱いになってる。中に何かありそうよ。あるのは日誌かしら。武田院博士の偉大なる記録か。クエストアイテムみたいね。ちょっと読んでみましょうよ。ふむふむ、やっぱりここは兵器の研究所だったのね。主にバレット弾丸を作っていたみたい。強力な特殊弾も随分製造していたらしいわ。これは期待が持てるわね。それにしても博士はちょっと変わった人だったみたいね。この研究によりいずれは世界をこの手に。さて、弾丸の保管場所はこの特殊実験室っていうところね。よし、この走行扉を開けられればクエストクリアだと思うんだけどな。鍵穴はないし破壊もできそうにないし、もしかしたら近くに何かギミックがあるのかも。ちょっと調べてみましょうか。何かあった？それ制御用の端末みたいね。やった！起動したわ。当たりみたい。これで走行扉を開けられそう。
待って、ロックがかかってる。いくつか質問に答えないといけないようね。E イコール MC 事情の C は拘束。アメリカの16代大統領はリンカーン。ねえ、ゲーム用語でゾックって何の略かわかる？ゾーンオブコントロールと、あとはマグネシウム、冥王星、それから博士って武田院博士のことかしら。そうね、きっとそうよ。よし、クリア、オープン。ありがとう、ずいぶん助けられたわね。さあ入ってみましょうか。わあ、弾丸がこんなにたくさん。私たちの銃に合うのもあるわね。やった、これでキリト君のこともっと助けてあげられるかな。違うよ、独占とかそういうんじゃなくてね、もっと機能的な話というか。実はね、私の銃とキリト君の銃って使う弾丸が一緒なんだ。だから私がいっぱい弾を持っていれば、キリト君が弾切れになってもそのまま融通できるわけ。それで誰かが助かるってこともあるだろうしね。もちろん私自身が強くなることも大切なんだけれど、もっと上を目指さなきゃね。それはまあね、そうすればもっとキリト君やみんなの役に立てるんだし。それに強いって言ってもそれはステータスの話じゃない？でも私が思っている強さってそれだけじゃないんだ。例えばキリト君ってね、どんな時でも諦めないで全力で前に進んでいくの。キリト君は本当に大切なことのためなら命がけで頑張れる。本当の強さってそういうことなのかなって。だから私もね、キリト君やみんなのために頑張りたいなって思うの。あ、誤解しないでね。自己犠牲の精神とかじゃないよ。そうじゃなくて、誰かの幸せを自分の幸せみたいに思えるような、周りの人たちを笑顔にできるような、疲れた人を支えてあげられるような、そういう生き方がしたいなって。ここに来たのも半分はステータスアップのためだけど、もう半分はみんなの助けになるものが見つかるかもと思ったから。実際に来てみたらいっぱいあなたに助けてもらっちゃったけどね。このクエストに来てまた少しステータスとアイテムは強化できたけど、私少しは強くなれたかな。
みんなには内緒にしてね。多分みんな私の気持ちには気がついてる。でもそう思うと余計に照れくさいというか、まっすぐ目を見られないというか。笑わないでほしいんだけど、それでみんなに声をかけられなかったんだよね。まあともかく、クエストは成功。二人とも無事。言うことなしね。戻ったら軽くお祝いしましょうか。いいお店紹介するわね。